夏の始まりでの非やいびんやいびいしがあ、まあ、しばらくやウリジンベイの南風の淵いい肌持ちの実施の続くのがこの季節でありますな東西純琉球新報の記事の中からうちなありくりのニュースうちてさびら中のニュースや大切なペットをせないで 県環境部が呼びかけ、のニュースやいびん、ユディナ・アビラ。ゴールデンウィーク期間中に、エーダニ、ナグヤンバル、クンジャンはじみ、沖縄本島北部地域をはじめ、うちなあマクマウテ県内各地で、犬や猫を捨てたり、今やしてたい置き去りにするケースが増加することから、ハンナギティ、 えうち一六との多くなよんち県環境部は大型連休前のこのゴールデンウィークにいるめえの先月28日九立市の28日に捨て犬捨て猫防止キャンペーンを那覇市のパレット雲島へ交差点付近で行い雲島交差点あまっておて行いびたん 専門学校の学生や動物愛護団体のメンバーらの進化永住、えーえー、の茶およそ100人提携100人が大切なペットを捨てないで手質なかなさる今やひてみそうなよと訴えながら、えー、売っていてチラシ1000枚を配布しました恥自然保びたん。県自然保護課の 金城課長は年々人々県内の犬や猫の殺処分殺処分数は減少していると説明した上でうちなおてのうの今や来るする家事や生き楽おひなとんちお話ししみそうちうぬういにいまだになあだ年間1年に 1600匹が天井を全うできない状態にある。1600匹のインマヤが後、全うしいうさんと指摘し、お話しし野生化した犬や猫が山,インインイン山マヤなり、ヤンバルクイナ、クミラーのような生き楽なったるという一虫トいイイチムシ、トゥティコトオン。 希少生物を捕食するなど恐ろしい恐ろしいことになったおいびんち脅威となっていることにも触れペットを飼う際には責任を持ってほしい今や力ゆる場所をちゃんとしまいまでおいまで辛いみそを利用と日指かきとおいびん呼びかけましたまた 専門学校で動物飼育ショップビジネスを学ぶ学生は、ビンチョウソウル学士や動物と人間が幸せに暮らせる社会の実現に向け、えー、一虫と虫が幸せに暮らせるを世の中にないるよ。後の新しさ、何けいい地てやびらなさい。命の尊さを と尊さを広く伝えたいと訴えてましたうってえとびんちや大切なペットを捨てないでと県環境部が呼びかけヌニュースを打ちてえさびたとうあんまた来週ユシリアビラ二平いでえびるはい、えー、どうもありがとうございました今日の担当は上地和夫さんでした